1個でもいいです。1個でもあれ今日これやってみようかなって言って素振りやるときに見直してみてください。必ずこの今稽古できてない間でも次のレベルに行くことができます。百秋武道具店の動画。人生はね、素振り素振られ素振るとき素振りのごとく素振り蹴りなんだよね。わかりやすく言うとね、素振りをやろうってことだよ。こんにちは、百秋武道具店の上です。やってますか？おー、この間の動画でね、みんなこのコロナウイルスで稽古できない間何やってますかってみんなに聞いたら、結構ね素振りをやってますって人がね本当に多かったんですよ。ありがとうございます。それでみんなその素振りをやってんだけどね、せっかくだったら本数をね100本とか200本とか数えていくだけじゃなくて、ワンランク上の剣道ができるように素振りの細かい注意点、細かいよ今日の話は、それを10個とりあえず出してみます。なんで今日ちょっとね、やろうと思ったら長くなると思うんで、前半5つ、後半5つの2本立てで行かせてください。これからね、素振りで大事な10個のことをお話ししますけど、とてもね、1回でこの全部10個のことやれるかって、とてもできないです。そんな人いないから。そんな人いない。その人も天才。じゃなくて、この10個お話しする中の1個でもいいです。1個でも、あれ今日これやってみようかなって言って素振りやるときに見直してみてください。必ずこの今稽古できてない間でも次のレベルに行くことができます。まずね、素振りをやるときに一つ目に大事なことは、このね、竹刀でも、まあ木刀でもどっちもいいんだけど、握り方なんですよ。握り方、これが崩れてるともう全然素振りにならないです。で、まあ具体的にはね、いつもこうドラえもんの竹刀の持ち方になったらダメだよって言ってます。いつもこう正しく持たないといけないんだけど、そうなるためにここのね、親指と人差し指の間のこの V この V と左手もこの V ね、この V が竹刀や木刀のこの真上に来るように持ちましょうっていう話は結構してます。他の動画でもしてます。で、今日はもうちょっと突っ込んでいきますね。もうちょっと突っ込んでいきます。左手3本指握るときに、竹刀は小指、薬指、中指、この下からこう締め上げていくように持ちます。で、この3本で持ちます。あれ、お父さん指とお母さん指はここは力入りません。いくよ。今度右手も同じです。下から小指、薬指、中指のこの3本で持ちます。この2本、親指と人差し指はフリー、力入れない。分かった。この下の3本で持つってことね。そうするとこうじゃなくてこうなりやすいです。ここからですよ。さらに正しく竹刀を持とうと思ったら、この残った2本指がポイントになってくるんです。この2本指、右手と左手で今度は変わってきます。左手は、まあ、こう3本持ってるよね。親指と人差し指どこにくっつくかというと、親指は人差し指にくっつきます。左手ね、今左手よ、人差し指にくっつきます。でも右手、これ違うんですよ。右手は3本持ったら、親指は人差し指じゃなくてお兄さん指、中指につくんです。中指につきます。左手はお母さん指、右手は中指につけます。これが素振りをするときに正しい握り方。これでぜひちょっと一回やってほしいんです。今言ったみたいにね、右手と左手正しく持つと親指がくっつく指が違うんだよっていう話。これは嘘だよって思うじゃない。でもね、これちょっとよかったらね、バックナンバー買ってください。剣道日本、また剣道日本ですけど、の2019年の7月号、ここにこの号の特集は8段の手の内っていうことで、8段の先生のね、この竹刀の握り方、持ち方がみんなこうやってね、写真入りでね載ってるんですよ。載ってる。これ皆さん、どの先生も見る限り、左手は親指は人差し指、右手の親指は中指で持ってるんです。しかもそういう説明書きもあります。ね、ちょっと見てみたくなったでしょ ?2019 年の7月号です。特集は8段の手の内。よかったら自分で買って見てみてください。他にもね、すごく素振りをするのに役立つ説明が書かれてます。
素振りをするときに大事な二つ目のことは、これ多分みんな絶対聞いたことあると思うんだけど、でも大事、それでも大事、もう一回見直して。それは最初構えたときにはちゃんと構えれてるんだけど、振りかぶったときにこの構え、握りが緩んじゃう、こうなっちゃう、緩んじゃう。で、降りるとまた正しく、振りかぶると緩んじゃう。これなんですよね、緩んじゃう。これね、なんでこういうことになっちゃうかっていうことをね、もう一回考えてほしいんです。人の体っていうのは、腕のこのついてる方向がね、力抜くと、ほら、開いちゃうんですよ。開いちゃうの。開く。こういう風にできてんだよね。だから、こう振りかぶった時に力抜いちゃうと、開いちゃうわけ。でも、剣道のこの竹刀や木刀の握り方っていうのは、こう腕開いちゃうんじゃないんだよね。逆なんだよね。締めとかないといけないわけ。それには、腕の内側とか脇とかが開いちゃってるとダメなのよ。こう締めとかないといけないの。締めとかないといけない。こういう握りのまま、ここを絶対に崩さないように振り上げる。ここの形を変えないように、緩まないように振り返る。緩まないように振り上げる。これができてるかどうかで素振りの効果が全く変わってきます。これが二つ目。三つ目に大事なことは、振り上げと振り下ろしを右手でやんないということなんです。右手で引っ張り上げて、右手で下ろす。そうするとどうしてもこの正中線ずれて、こういう振りになっちゃうんだけど、これをまっすぐできるようにしましょうと。これは、左手で振り上げるときには、竹刀を持ち上げるイメージです。右手で引っ張り上げるんじゃない。左手で持ち上げるイメージ。そして、振り下ろすときは、右手で振り下ろすんじゃなくて、左手の小指、薬指あたり。ここから先に引っ張り下ろすように下ろしていきます。それでもなんかイメージしにくいなーって人ね、ほんと多いと思うんです。その人は、こういうふうに考えてみてください。まず、こう構えたときにね、正しく構えれたとします。その時に、この腕の内側に五角形ができていると思うんです。ここに1、2、3、4、5、五角形ができているね。この五角形をイメージしてください。最初はいい例です。最初はいい例は、この五角形の形が崩れないように振り上げる。振り下ろす。振りかぶる、振り下ろす。この五角形ができるだけ崩れないように振り上げて振り下ろすっていうことは、これは、腕の力じゃなくて肩を支点にして振り上げられてるってことなんです。反対に今度悪い例ね、腕の力で振り上げてる子っていうのは、ここの五角形がいきなりパシャンとほら潰れちゃったでしょ。この五角形がこう潰れちゃったでしょ。潰れちゃう。これが腕で引っ張り上げてるんです。わかるかな。この五角形をできるだけ崩さないように振りかぶって振り下ろす。これが肩を使って素振りをする。左手で振り上げて左手で振り下ろすっていうイメージなんです。どうですか？今日の話難しいでしょ？細かいでしょ？分かってるんです。難しいんですよ。でも今ね、みんなが次のレベルに行こうとしてるんだったら、たまにはね、こういう細かい話をやっぱりね、聞きたいと思うんで、今日はあえてやってます。ここまで3つ大事なことを話しました。1つ目は僕と竹刀の握り方です。握り方。下の3本指でどっちも握るんだよ。そして親指と人差し指は右手と左手でくっつくところが違うんだよっていう話をしました。2つ目は振りかぶった時です。振りかぶった時に人の体ってこう力抜くと開くように、腕がね開くようにできてるんで、どうしたって緩んじゃう人が多いんだよって話をしました。これをまっすぐ意識をして、まっすぐ形を変えないように握りましょうと。3つ目なんだっけな、もう忘れちゃったわ。三つ目は、右手で引っ張り上げて振り下ろすっていうことはもうやらないよってことだよね。それを分かりやすく意識するためには、ここにある五角形、この五角形をできるだけ崩さないように振りかぶって振り下ろしましょう。ここまで、やっと三つきました。あと二つです。じゃあ大切なこと、四つ目ですね。四つ目は、振りかぶった時です。振りかぶった時に、これあくまでね、正面素振りの場合ね、正面素振りの場合はどこまで振りかぶるかというと、45度っていう指導がやっぱり多いと思うんだけど、ここまでだと思います。悪いのは、剣先が下がっちゃうこと。下がっちゃうこと。これはちょっとまたね、違う素振りです。上下素振りとかそういう素振りの時には下げるんだけど、正面素振りの時には45度まで。この角度が45度まで。
で、いきます。これもやっぱり理由があって、この理由聞いてほしいんだけど、今ね、大事なこと 1,2,3 でやった、正しく握る、手の握りを変えないまま、振りかぶると、振りかぶっていくと、もうはっきり言ってね、45度までしか行かないんですよ。行かないの、ここまでしか。左手で上げてやると、これ以上行くってことは、どっかがやっぱり緩めないと難しいんですよね。難しい。どっかが緩んでるんだと思うの。だから、この大きく振りかぶるっていうのはまた別の素振りなんで、正面素振りの場合は、この形を変えないまま、45度まで上げる。ここ、振りかぶりの角度だと思います。でもね、僕も自分の動画見たら、最初の頃はね、完全にこう、落ちてたんで、まあ何とも言えないんだけど、これをちょっとずつ訂正していくっていう感じですね。4番目は、振りかぶった時に剣先が下がりすぎないっていうことでした。いやー、最後5番目ですね。5番目に大切なことは、これもまあ指導によっていろいろ違うかと思うんだけど、振りかぶった時に、さっきは剣線が落ちないっていう話したんだけど、今度は振りかぶった時に、両脇を広げすぎないってことなんです。広げすぎない。なんかうまくスムーズに素振りできないなっていう人は、こう振りかぶった時に脇が開きすぎてる。もう横向いちゃってるっていうことがあります。まあ、このね、手の内が緩んじゃうっていうのもこう繋がってるんだけど、なので、広げすぎない。左右とも広げすぎない。広げすぎないで素振りをしてみると、腕の筋肉の下側を使うようなイメージがしやすいと思います。広がっちゃうとちょっとわかりにくいんだけど、広げないでやってみると、あ、腕の下の力、下の方の力を、筋肉を使って振り下ろしてんだなっていうのは、次第にイメージできるようになってくるかもしれないです。というわけで5番目は、振りかぶった時に脇を広げすぎないでした。いかがでした？ここまでが素振りをするときに大切な10のことの前半部分になります。細かいわ。細かいよ。でもね、頑張っていきましょう。後半戦は振り下ろした時の細かい話とかしていきますんで、ぜひ楽しみにしてください。次の動画になります。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。